はい、ということでね、このホームルームが終わったらもう冬休みですけども、よし、やっと冬休みだ。いや、やっと休み来たな。ここで1点、宿題について。宿題あるんすか？ちょっと待って、宿題はないよね。今からね、この読書感想文の紙配るから、これしっかりね、冬休みの間に一冊本読んで、書いてきてください。はい、読書感想文1枚だけ今回。もう本なんて読まなくていいんだから、もう適当でいいんだから。あんなのこれは来たな、マジで。宿題はこれだけだからね、みんな頑張って。はい、じゃあ配ります。よっしゃー。冬休みってな、休み短いけどね、その分宿題ないからね、嬉しいんだよね。いや、ほんとそれな、マジで。もう冬休みはほんと宿題少ないからね、もうそれだけが神。基本宿題は少ない。いや、やっと今日から冬休みか。あれ、高橋どうした？あー、いやさ、みんななんか冬休みとか言ってテンション上がってるけど、冬の後に休みってきて冬休みってなってるから、これ錯覚してるだけで、これ夏休みと比べたらそんな大したことないんだよ。夏休みと比べると？まあ確かにな、まあ確かに夏休みと比べちゃうと、まあ休みのこの長さはまあちょっと違うけど、冬休みってもう大体平均2週間だから、それに比べてやっぱ夏休みはね、1ヶ月弱あるでしょ。確かに、まあ言われてみたら、まあそうだな。そうだろ、お前もちょっと気づいてきた、この理論。夏休みと比べちゃうとな、確かに冬休みってなんかちょっと、ちょっとなんか弱っちいよな。そうなんだよ、だから夏休みと比べちゃうとちょっとしょうもないんだよな。夏休みと比べるとしょうもない。よし、今日から冬休みか。明日はクリスマスか。サンタさんに何頼もうかな。よし、とりあえず明日も大晦日だから部屋の掃除でもするか。よし、3、2、1、ハッピーニューイヤー、イエーイ。お年玉ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あー、家の中はあったかくて眠くなるな。あれ、待って、そういえばちょっと待って、今日何日だ。あれ、もうそういえば明日学校。あれ、なんか冬休み始まってからなんかクリスマスとか年末年始があって、なんかお年玉もらったりしたけど、あ、すごい、この短期間でいろんな出来事があったから、もうあっという間に感じる。あっという間に終わる。やっぱ冬休みはな、家でぬくぬくと過ごすのが一番だな。お、高橋だ。もしもし。あ、もしもし、田中。あ、今日さ、みんなでさ、ソーシャルディスタンス保ちながら公園で遊ばない？あー、ごめん、ちょっと俺は無理だわ。え、なんで、田中来てよ。うん、今年の冬休みはまあ、とりあえず一歩も家から出ないってもう決めたから。マジか、本当に？なんだかんだ、もう家でこの布団にくるまりながら、もう YouTube 見るのが一番いいと思ったから。ごめんね、本当に。うん。あ、わかった、じゃあね、また今度。はい、じゃあねー。よし、寝よ。ほぼ家から出ないで過ごす。いやー、最後の学校も終わったし、これで冬休みか。おう、田中、年賀状送ってよ、俺に。え、年賀状？あ、送るよ、送るよ。じゃあまた年明けで。良いお年を。そうだな、年明け、また。うん、良いお年を。じゃあねー。じゃあねー、良いお年を。じゃあねー。良いお年を。